はい、こんにちは、116インズです。さあ今回はね、マリナーズの話を久々にしていきますけれど、マリナーズなんとなんと割と好調なスタートを切りまして、ここまで13勝9敗、おいおい最近いい試合してんじゃんとおそらく皆さんも思っていたでしょうが、結構頑張っているんですね。もちろんまだ4月シーズンも長いので、これからどうなるかは分かりませんが、とりあえずシーズンの入りとしては良かったんじゃないかなと思っています。攻撃陣の調子が全体的にあまり良くはなく、上位打線のハニガー、フランス、そしてシーガーでどうにか点を取るという感じの試合が続いていますが、そこで作ったリードをブルペンがここまでしっかり守ってくれていますね。去年のマリナーズのブルペンといえば経験の浅いグループで、27個目のアウト取るまで試合がどうなるか全くわからないような集団でしたが、今季はここまでブルペン防御率が MLB 3位の 2.42、 BABIP が異様に低かったり、 FIP との乖離もあったりしますので、この調子を維持することはおそらくできないとは思いますけれども、それでもここまでのチームの好調を支えてきたのは間違いなくブルペンの頑張りが大きいと思いますので、そこは素直に褒めるべきところかなと思っています。ブルペンの調子が良いとなると、じゃあ絶対的なクローザー、オフにレンジャーズから新クローザーのラファエル・モンテロを獲得してきましたので、彼が勝ち試合しっかり締めているのかなと思われそうですが、クローザーはむしろやや不安要素なんですね。モンテロは防御率こそ 2.61 と見た目は悪くないんですけれども、すでにセーブ失敗を3度やらかしていまして、僅差のゲームは特に1点差のような展開ではちょっと見ていて怖いなと思うようなピッチングが続いています。8回とかに出てくる分には特に不安はないんですが、開幕戦では5点差を大逆転した直後にいきなり同点ホームランを浴びたりですとか、三振も思いのほか奪えていなく、また制球もばらつきが大きかったりするので、守護神と呼べるほどにはまだ絶対的な存在ではないですかね。マリナーズにはかつて彼と同じくモンテロ星を名乗るトッププロスペクトがいて、そのトッププロスペクトは残念ながら開花しなかったので、ラファエルの方のモンテロにはマリナーズとモンテロ星の相性改善に期待を寄せていたんですけれども、今のところ相性は悪いままのようです。じゃあ今一番チームで頼れるリリーフがモンテロではないとなると誰かという話なんですが、これはもう満場一致でケンドール・グレイブマンでしょうね。昨年からマリナーズに在籍している選手で、今季は1年総額125万ドルプラス出来高というめちゃくちゃ安い契約でチームに残った右腕ですが、ここまで7試合を投げて無失点、打たれたヒットがわずかに1本と抜群の安定感を見せています。グレイブマン、昨年開幕は先発ローテーションに入っていまして、また彼のキャリアを通してもずっと先発でやってきた選手なんですが、昨年の後半9月からブルペンに回りまして、今季が本格的にブルペン転向する最初の年となっています。言ってしまえばまだ後ろでの経験がそんなにない選手ということにはなるんですが、タフな場面もすでに何度か乗り越えていますし、もともと先発だったということもあって買いまたぎもいけますので、今チームの中で厳しい場面、ハイレバレッジな状況であっても信頼して送り出せる選手なのかなと思います。今回はそんな今マリナーズで最も頼れるリリーフピッチャー、グレイブマンを皆さんにご紹介しますので、ぜひ彼の名前を覚えていただけると幸いです。先ほども触れましたが、グレイブマンはもともとキャリアを通して先発投手で、選手のタイプとしてはよくいるような4番手5番手のタイプの選手でした。2014年ブルージェイズで MLB デビューを果たすと、その年のオフにジョシュ・ドナルドソンのトレードでアスレチックスへ移籍。アスレチックスでは先発ローテーションの中で何年か投げまして、2016年には31試合で10勝、キャリア最多となる186回を投げて防御率 4.11 と、イニングイーターらしい成績といいますか、ローテの中に1人はいてほしいと思えるような、そんな成績を残しました。グレイブマンは速球こそ平均で90マイル台前半とそこまで速い部類に入らない選手でしたが、シンカーを駆使して非常にゴロを打たせるのがうまく、実際ゴロ率も毎年安定して 50% を超えていたことがそれを裏付けていました。いわゆる打たせて取るというピッチングを主体として活躍していましたが、ただフライ全盛時代に突入して、なかなかそもそもの球威不足を隠すことも難しくなってしまい、2018年には34回3分の1で29失点、ホームランも9本浴びるなどで防御率も 7.60 と散々な成績となってしまいます。グレイブマンは2018年の夏にトミー・ジョン手術を受けることとなり、残りのシーズンを全休、2019年の復帰も夏以降となることが見込まれること、そもそも怪我する前の時点のピッチングも振るわなかったため、チームからノンテンダーとなり FA となりました。その後グレイブマンはカブスと契約し、 MLB 昇格こそ果たせませんでしたが、リハビリの過程で球速が大きく向上すると、このグレイブマンの球速向上に目をつけたのがマリナーズで、ちょうどこの時チームはバウンスバックを期待できそうな選手を格安でかき集めていた時期でしたので、先発ローテーションを埋めることができ、かつ球速の向上でこれまでとは違う彼のピッチングに期待できそうということで、マリナーズはグレイブマンとオプション付きの1年200万ドルの契約を結びました。そして2020年シーズンが開幕し、実際グレイブマンの球速は
これまでとは見違えるくらいに速く90マイル後半も叩いていたりもしましたが、ただ球は速いもののバッターのバランスを崩すような変化球に欠け、また肝心の球速も2巡目からかなり落ち始めるなど、スタミナ面にも課題が残っているような状態でした。結局2先発8回3分の2で9失点と、内容の方はチームが期待していたものとは程遠く、さらには首を痛めて故障者リスト入りとなってしまいました。まあもともと200万ドルで契約した選手ですし、このまま退団となっても大した痛手にもならないので、まあ仕方ないかなと個人的には思っていましたが、この首の怪我がむしろ転機となりました。グレイブマンの首の痛みの原因は、なんと彼の脊椎にある良性の腫瘍が原因ということが本人から明かされまして、まさかの理由だったので、これには結構驚きました。グレイブマン曰く2019年頃からそのことは把握していたようなんですが、腫瘍の位置が手術で取り除くのがかなり難しいような位置で、またはそもそも良性ということもあって、炎症等を起こさなければ健康面に支障はきたさないことは医師とも確認はしていたようで、そのままプレーを続けたようなんですね。で、2020年復帰を果たしましたが、初先発で首に違和感を覚えてしまって、それが痛みに発展すると原因がどうも腫瘍にあったということだったようなんですね。これまでのように先発で長いイニングを投げると首の問題が再燃しかねないため、先発投手を務めることは困難となってしまいましたが、ただ短いイニングであれば問題ないと医師からも OK が出て、グレイブマンはリリーフとしての復帰を目指すこととなりました。そして9月デビューした2014年以来、おおよそ6年ぶりにリリーフでの MLB 復帰を果たしますと、リリーフでの配球をまだ模索している感じはありましたが、90マイル後半の速球を連発して、9試合で防御率 3.60 とまずまずのピッチングを見せました。シーズン後チームはグレイブマンの2021年のオプションを破棄しましたが、ブルペンの一角で十分計算できることを9月のピッチングで確信したのか、オプションを破棄した翌日にすかさず彼と再契約を結んで、今のところその判断は全く間違っていなかったようですね。今季のグレイブマン、なんといっても平均球速がキャリアの中で最も速く、ここまで 96.5 マイルとなっています。先発をやっていた頃は93マイルぐらい、最も直近の2018年で 93.6 マイルでしたから、そこから平均で3マイルの上昇、これはなかなかの差ですよね。もちろん先発とリリーフで役割もピッチングのスタイルも変わってきますので、一概に球速だけで比較できるものでもないかもしれませんが、少なくとも昔のように打たせて取るようなピッチャーではなく、相手を球威で圧倒できるくらいの選手にはなっています。そして球種別の成績がご覧の通りですが、速球系の威力は被安打0という数字にも表れているのかなと思っています。スタッドキャストで計測予測した打球の質を加味した期待打率、期待長打率、そして XWOBA という観点で見てもかなり低い数値となっていますので、決して運だけで抑えているわけではなく、力でねじ伏せている証明とも言えるんじゃないでしょうか。また大きな変化として、今季のグレイマンは昨年と比べてスライダーをかなり決め球として使っている印象がありますね。グレイマンは昨年ほとんどスライダーを使わず、キャリアで見てもスライダーよりもどちらかといえばカッターを使っていたことがこちらのグラフからもわかりまして、黄色がスライダー、茶色がカッターの使用割合を示しているんですが、ずっとカッターの方が高くなっていますよね。それが今季はスライダーが一気に増えて、ここまでの使用割合が 21.5%、 変化球の中では最も使っているボールですし、またカウント2ストライクの時にその球種を選択した際にバッターを三振に切った割合、こちらの表の一番右のプッタウェイがその割合なんですが、この割合が 46.7% とかなり高めとなっています。要するにグレイブマンは2ストライクの時にスライダーを投げた場合、ファールやインプレーとなったものなどなど全て含めて 46.7% の割合で三振という結果につなげていることになるんですが、これは最低でも10打席以上でスライダーが結果球となった選手としては MLB で6番目に高い数値ですので、決め球として今のところかなり有効に機能しているようなんですね。空振り率も 43.8% と、彼のスライダーは空振りを奪うボールとしても使えているようですし、結構右打者の外角よりストライクからボールになるゾーンを振らせているイメージがありますね。先発投手がそのままリリーフをやっていた感じのある昨年と比べて、まあ、雑な表現にはなりますがリリーフらしさが出てきた気もしますし、で元々の制球の良さも相まって、今のところ制球の良いパワーピッチャーになったなという印象を勝手に持っています。要するに何が言いたいかというと、無敵ということですね。ということで今回は皆さんにケンドール・グレイブマンの名前を覚えていただきましたが、状態が非常にいいので、もしかしたら今後クローザーに回る可能性もあると思っています。モンテロはセットアッパーのような役回りの方が向いているようですし、そうなると必然的に一番重要なクローザーのポストは今チームで一番頼りになるピッチャー、すなわちグレイブマンになるんじゃないかと思っているんですが、こちら今後どうなっていくんでしょうか。主要のおかげといったら語弊のある言い方かもしれませんが、それをきっかけとしてブルペンに回ってパワーピッチャーへの変貌を遂げ、そしてチームのクローザーにまでなるのであれば、なかなかのキャリアの変わり方となりそうですが、マリナーズは今後このグレイブマンをどのように生かしていくのでしょうか。
ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。